チェルノブイリの事故直後の被災者のカルテによって恐ろしい放射能被害の実態が初めて明らかになったことを昨日お伝えいたしました。取材したフォートジャーナリストの広川隆一さんに今夜もおいでいただきました。こんばんは、広川さん。今夜は実際に住民の体に何が起こっているのかを直に見て撮影してきました、はい、特に子どもたちがどういう目にやっているのか、はい、それを見てください。はい、事故から7年が過ぎました。昔のこととして忘れてしまうのに十分長い年月です。しかし事故後何年も経ってから本当に恐ろしいことが始まりました。事故から1週間の間に13万5000人の住民が急に危険を告げられて慌てて家を離れました。まさかその後ずっと家に帰れないとは考えてもいませんでした。放射能は現在表土から20センチまでのところにたまり、ゆっくりと地中に降りています。被災者の数の推計、原発関係者と消防士1000人、事故処理の作業員60万人、汚染地の住民550万人。当局の発表、死者30人。地中20センチにたまった放射能は植物の根から吸い上げられ、人間や動物の体に蓄積されていきます。放射能障害の潜伏期間はそろそろ終わり、白血病と甲状腺がんの形で牙を剥き始めました。私は去年もこの病院を取材し、入院している子どもたちを撮影しました。しかしその子たちに一人も会うことはできませんでした。大半は亡くなっていたのです。白血病の治療には何段階もあります。その段階に応じて必要な薬があります。患者が突然増えたので薬の量が追いつきません。薬が切れると子どもの容体は急激に悪化します。去年の9月撮影した元気な頃、ここに入院した頃ですか。これ家で去年の11月12日から入院。この男の子は14歳です。私が撮影した次の日、亡くなりました。Должны были появиться лет через 5-8 после аварии раки щитовидной железы, их всплеск, потом рак молочной железы или опухоли молочной железы, и в последнюю очередь будет отмечаться рост опухоли костей. 3年前、国際原子力機関 IAEA の調査団が汚染地を訪れました。代表の重松委員長は、住民の健康障害は全くないと発表しました。この子は5歳、甲状腺がんです。自分の身に何が起きているのか全く知らないまま手術室に連れて行かれます。医学の常識では甲状腺がんは大人の病気です。子どもがかかる率は50万人に1人と言われています。しかしチェルノブイリ周辺では事故後4年を過ぎてから子どもの甲状腺がんは爆発的に増え始めました。
喉にレーザーメスが入れられ、白い煙が上がります。原発の北のホイニキ地区では352人中27人の子どもが要注意と診断されました。このうち甲状腺がんは2割に上るとみられ、平均発病率の7800倍です。甲状腺に続いて乳がん、骨のがん、そして白血病の爆発的増加の時期が来るという医師の予言は現実のものとなり始めています。広川さん、こうして見ますとね、国際原子力機関が住民の健康に問題ないと発表したのは一体何だったんでしょうかね。VTR の中にも名前が出てましたけれども、はい、調査団長は重松さんといって広島の学者なんですね。国連の機関、しかも広島の医学者がリーダーになったから公正な調査があると信じていたのに、はい、安全だと発表したので現地の人々は唖然としていました。ただ調査団の人たちは現地の状況を見たんですか。現地のお医者さんたちの話では、うん、汚染のひどいところには入ってないそうなんですね、うん、しかも遠くから食料を持参して現地のものを口にしないで、うん、それでいて安全宣言をしたことですごい怒ってたんですね。怖かってそれで食べられないんだったら危険だと言うべきなんです。もうこの国際原子力機関の信用性そのものが深刻に問われているわけですね。ちょうど旧ソ連の原子力産業とアメリカをはじめとする原子力産業がビジネスの取引を始めた頃から、チェルノブイリの被害を小さく見せることで利害が一致したんじゃないかという声があります。わかりました。さて、このチェルノブイリ報告、次回は汚染地域の生活を追います。